シロキブリーエグは、ボスニア・ヘルツェゴビナの町、及び、それを中心とした、基礎自治体であり、同国の南西部に位置している。同国を構成する2つの構成体のうち、ボシュニャク人やクロアチア人を主体とした、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦に属し、西ヘルツェゴビナ県の県都である。1945年から1990年までは、交渉として、リシュティツァが用いられた。 自治体の人口は約3万人、都市部は約1万人が暮らしている。面積は1168ヘクタールで、リシティツァ川が流れる。町の中心部は、海抜270メートルほどで、テーヘルツェゴビナと呼ばれる地域である。その他の大部分は、特徴的なガルスト地形を持つコーヘルツェゴビナと呼ばれる地域であり、町の北方に位置している。 モスタルまで20から 25km ほど、メジュゴリエまで、アドリア海沿岸を抜けて 88km ほどの位置にあり、モスタルからスプリトを結ぶ、幹線道路が走る。第二次世界大戦中は、イタリア軍の援助を受けた、ウスタ社の統治下に置かれ、イタリア軍によって要塞が築かれた。1945年、パルチザンが町を占領し、リシュティッサと改名された。 終戦後、ヘルセゴビナの中でも最も西に位置する、この地域は、ユーゴスラビア中央政府から親ウスタシュ、親ファシズム地域とみなされ、エグされた。そのため多くの住民が、ザグレブや、ダルマチアに移住し、ドイツのガストアルバイターへ流れた。1991年の国勢調査によると、人口は27,160人であり、民族別の内訳は、 以下の通りであった。都市部人口は5039人で、クロアチア人が98.8%を占めている。ありがとうございます。